行ってみよう。 I don't have to party to have fun, you see. I got different hobbies and that's all I need. Some say life is boring, but I disagree.こんばんは、関達也です。くーちゃんがですね、福岡の小学校にちょっぴり数日間通って、まあ、初登校なんですけど、そのまま、まあ、卒業式も出るということで、今福岡にいる妻のところにくーちゃんを預けてきました。ということで、このベントラに今一人ぼっちです。まあちょい寂しいですけど、まあ、初めてこのベントラで一人で過ごすんですけど、キャンピングカーの時も、去年6ヶ月キャンピングカーいましたけど、くーちゃんと離れたのは1日か2日ぐらいですかね。修学旅行の時と、まあ、1日だけ、妻のところに行かせた時ぐらいで、24時間ほぼほぼっていうか、24時間ずっと、まあ、去年の7月から7、8、9、10、11、12、1、2、まあ9ヶ月目になります。一応まあ1週間ほど福岡の方に滞在しまして、僕はずっと一人で車中泊をします。今日はその1日目の夜でございます。セブンイレブンお弁当で、とりあえず後から温泉行こうかなと考えてます。まあ、一人は一人でもやりたいこといろいろあるので、こういう時間も欲しいなというのがあったので、久々に一人は楽しんでいきたいと思います。ただちょくちょく、まあ、会いに行ったり、あと卒業式も一緒に出るので、まあ、そんなにずっと一人というわけじゃないんですけども、一人のバンライフも楽しんでいきたいと思います。それでは、美味しそうなお弁当ですけども、さっき母から急に電話が来て、冷めちゃったよ。まだあったかいかな。美味しそうじゃないですか。セブンイレブンってご飯がすごく美味しいなと思ってこの前感じました。バンライフをやる前とかはコンビニの弁当とかってほとんど食べなかったんですけど、美味しそうね。はい、ではいただきます。うまい、これ美味しい。大きいな。超軟水、シリカ水、天然水、24時間営業中、ここに組みに来ればいいんだ。気持ちよかった。一人でゆっくりできた。はい、お風呂から帰ってきましたが、一人はちょっと寂しいですね。さあ、道の駅に向かって出発します。着きました。はい、着きました。おはようございます。誕生日おめでとう。ありがとう。クリトン。くーちゃん、どうやった？今日学校どうやった？初めての。ハーファー。ハーファー。ハーファー。そっか。ハーファー。ハーファー。友達できた？できた。本当。くーちゃん、勉強ちょっとわからんかったやろ。大丈夫やった？大丈夫だよ。だって勉強道徳だけど。道徳だけしかなかった。今日は。あ、本当。でも明日は算数とか。ああ、そっか。そうだよ。ピンク割引みたいな。もう見て、ちょっとずつピンク色になってきた。
ハハハハ。